皆さんこんばんは、綾瀬咲です。今回はサムネイルや概要欄にもある通り、テレビアニメ義妹生活関連の宣伝動画です。宣伝はいつもマーヤが担当してるんだけど、諸事情により今すごい忙しいみたいで、代わりに私がお知らせしますね。さて、テレビアニメ義妹生活ブルーレイ &DVD 第1巻が2024年10月25日に発売です。1巻は通常版に加え、私綾瀬咲のフィギュア付き数量限定版もあります。予約はすでに始まっていて、予約しないでも在庫次第では買えると思いますが、確実に欲しい方は忘れないようにしてくださいね。その他、通常版限定版共通で、原作三河ゴースト先生書き下ろしの短編を収録した特製ブックレットなどがついてきます。これらはすべて初回生産特典なのでご注意ください。詳しくは概要欄の URL からテレビアニメ公式サイトもチェックしてね。そして一巻のみならず、毎巻の特典として特典映像が収録されます。題して義妹生活チャンネル出張版です。マーヤは今この動画の編集作業でてんてこまいなんだよね。無理してないといいけど。今回は一巻収録の特典映像義妹生活チャンネル出張版その1より、尺の都合で泣く泣くカットした映像を特別にお見せしちゃいます。特典映像の雰囲気が伝わる動画になっているので、興味が湧いた人はぜひブルーレイ &DVD をご購入の上チェックしてみてね。それでは VTR どうぞ。陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活出張版。すごい、収録はちょっと緊張したなっていう感じですね。あ、そうだったんですね。そう、やっぱ第1話だし、うん、そうだね、やっぱ初回はね、そう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 、アフレコは緊張するよね。 YouTube 版でもこうなんか重なってね、うん、あゆちゃんと一緒に撮ったりするタイミングもあったりとかしたんだけど、そう、みんなで撮るっていうのがやっぱ今回初めてだったんで、うん、ドキドキ。キャストさんも増えましたしね。ね、本当にお父さんとお母さん ね、声がついたみたいな感じもあったんで、ちょっと1話はすごく新鮮な気持ちとドキドキが強い感じで収録はさせていただきましたね。あったんです。やっぱりなんか YouTube 版のマーヤちゃんと全然違うので、そこはどうしたらいいんだろうっていうのはすごい考えました。はい、確かにマーヤが一番大変かも。そうかもしれないです。ね、一番大変そう、ね、大変そうだったなっていうのはありましたけど、あの絵コンテというかリハ食いだと気づいてなかったけど、うん、あの紅茶持って回ったんだと思って、ね、結構な体感が絶対茶葉ってなって熱ってなるんちゃうと思ったけど、茶葉の種類多いよ。そう、いい会社職場って思ってた。いい会社、そうだよ ね、で紅茶の種類めっちゃ多かったもんね。すごいわあれはね。確かにそれは思った。登場2話でしたっけ。そうですね、2話から登場、ね、そうですね。私はラストの、雨降ってくるねっていうシーンが印象に残ってて、うん、なんかそこ3つくらいセリフしかなかったんですけど、うん、そこでなんかその素のマーヤと、人気者のマーヤの演じ分けをしてくださいっていう指示があって、はい、なんか、そろそろ雨降るかなみたいなセリフは素で、その後なんか田畑由美ちゃんにそれを拾われてハッてして、独り言のつもりだったけど拾われちゃったからクン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 って言って楽しい感じに変わるんですよって言われて、こんなちょっとのシーンでもあのこだわってて、あ、すごい、もうこだわりのある作品だなってすごい感じました。ー YouTube 版では考えられないもんね。確かにね。そうですね、いい意味でまたこうなんかもう全てこう大爆発させて終わるみたいな、はい、確かになんかちょっとお客さんありきな部分があるけど、はいね、アニメはね割とこう客観的な視線がない中でやるから、こう結構ね、なんかみんなマーヤ以外がこういっぱい考えてるように見えがちだけど、うん、マーヤもちゃんと考えてる部分があるみたいなね、うん、そういうシーンではあったね、確かにね。私あの多分特典収録みたいな感じで ASMR を
この先の日記で、あの小説版が発売される時に撮ったんですよ。だからもう読んだことある台本だったんだけど、その時は ASMR だったから、こうちょっとなんていうんだろう、こう自分の日記を朗読するみたいな感じで、このまあさきちゃんたちのお家のあのソファーをちょっとうろうろしながら、恥ずかしいけど日記読み上げてます君にみたいな設定だったのね。だからもうその時とは全然違うシチュエーションで。いかがでしたか？出演者3人による振り返りトーク気になりますね。改めてテレビアニメ義妹生活ブルーレイ &DVD 第1巻は10月25日に発売です。ご購入いただけたら嬉しいです。以上、綾瀬咲でした。